リカ。どっちだと思う？来る？それとも来ない？別に答える義務はございませんわ。まだ強がる元気があるってのはたくましいわね。人質になるってのは大人でも怖がる状況なんだから、正直に答えてもいいのよ。正直に答えてよろしいのでしたら、その服装、見ているだけで暑苦しいですわ。もっと夏らしい格好をしていただけませんこと？あらあら、それは残念。この格好、割と気に入ってるんだけどね。私はね、さとこちゃん、多分信じないでしょうけど、あなたのこと決して嫌いじゃなかったわ。あなたの生い立ちも境遇も病気のことも同情の気持ちが全くなかったわけじゃない。研究対象と扱ってきたのは認めるけど、本心から感知してもらいたいってあなたの治療には関わってきたつもりよ。今さらどういうわけですの？そんなことくらい分かっておりましたわ。南沢症候群のお話は監督と理科からお聞きしましたよ。自分がその病気にかかっているなんていい気分ではありませんけど、私の病気に対してあなたがどれだけ真剣に取り組んでいたのかくらいそばにいて感じないはずがありませんもの。ええ、私にとってね、南沢症候群の研究は私の全てだった。だからね、自分でもおかしな話だけど、あなたのその病気を治さずにこんなことをしていることに今も両親が痛まないわけじゃないの。それならもうやめてくださいませんこと。今ならまだ間に合うかもしれません。私もここに連れてこられるまでのこと、ニーニーを隠していたことも全て水に流しても構いませんわ。そうね、それができたら。でもね、あなたを憎みきれない弱い自分を知れば知るほど、どうしても認めたくない、むしろ消し去ってやりたい存在がいるの。それが私と同じ時間に生きて同じ空気を吸っていることすら愛わしい。不具大転とでも言うのかしら。せめて同じ世界にどちらかがいなければ、私もここまで心を闇に侵されることもなかったのかもね。そんなにも理科が憎いとお思いですの？ええ、あの子というよりもあの子を中心とした運命ってやつがズタズタに引き裂いてやりたいほど憎くて仕方がない。この黒く煮えたぎった感情はね、あの子の赤く染まった臓物を見るまでは収まらないのよ。それが私の復讐なの。私を裏切り絶望に叩き込んだこのクソったれな運命ってやつにね。あなたもお辛い目に遭ってきたんですのね。
やっぱりな。時間通りね。約束を守る人って好きよ。いいわ、続けなさい。ずいぶん期待されてるんだな。こんな子供相手にこれだけの人数、恥ずかしいとは思わないのか。最低限の礼儀よ。こんな条件を飲んでわざわざやってきた勇者さんたちに対してのね。それは光栄なことで、ま、いくら追い詰められたからって人質を取るような大人にだけは絶対になりたくないけどな、俺は。これが自衛隊えりすぐりの山犬部隊とはお笑いなのです。今度から名前を負け犬部隊に変えた方がいいと思うのですよ。それで？こちらから提示した条件のものはそれかしら？ああ、俺だ。これで全部かしら？ああ。ただし、コピーはまだこちらの手元だ。ついでに、ネガはそこにあるが、現像した写真はまだ処分していない。中身は見ていないけどな。何？貴様！やめなさい。あらあら、全部と言ったのに。これじゃ約束違反でしょ。どうしてくれるのかしら。ちゃんと思い出せ。コピーと現像物までとは聞いていないぞ。それに俺と里子を無事に返してくれる保証もないからな。保険をかけるのは当然だ。もし俺たちが時間内に戻らなければ、その資料は警視庁公安の赤坂警視に渡されることになっている。ただし無事に戻れば全て焼却して処分するつもりだ。それこそ信用できないわね。あなたたちが約束を守る保証は？あんたたちと一緒にするな。俺たちの目的は里子を無事にこちらに返してもらうことだけだ。その資料をどう使おうと、あんたたちの組織がどうなろうと、知ったことじゃねえ。いいわ、この子は返してあげましょう。行きなさい、里子ちゃん。里子、怪我はないですか？リカ、なんで来てしまったんですの？せっかく。あなたの頑張りを無駄にしてごめんなさいなのです。でも僕は大事な友達を見捨てるような人間ではいたくないのですよ。リカ、それじゃ三文劇はそれくらいでいいかしら。フルでリカをこちらに。で、いつ俺は迎えに来たらいいんだ。
圭一。言ってる意味がよくわからないわね。どういうことかしら、前原くん。俺はリカちゃんを連れてこいとは聞いた。だから連れてきたが、渡せとは一言も聞いていない。違うのか？この野郎、ふざけるのもいい加減にしろ。ふざけてないぞ、俺は真面目だ。これは取引じゃないのか？引き渡せと言っていない以上、それに従う義務はないし、約束は守っている。それでも足りないと言い張るなら、もう一度そちらから条件を出せ。ただし、二人は連れて帰るぞ。あのね、そんな子供の論理が通用するとでも思って？子供の論理がダメなら、大人の論理で行こうか。俺たちは、お前たちの支援ルートを全てぶっ壊せるだけの証拠を本部に残している。ここで俺たちを殺せば、お前たちに残されるのは破滅か自滅だ。ナポレオンが地獄を味わったロシアの焦土作戦を体験してみるのもいいけどな。貴様、残念だけどその要求は飲めないわね。あなたたちの選択は二つだけ。一人が死ぬか三人が死ぬか、そのどっちかよ。じゃあ交渉決裂か。な、こんなとこへ来るのに何の準備もしてないわけがないだろう。さっさと立て、このアホどもが。しかし立てと言った。お前たちもそれ以上動くな。ハッタリとは味な真似をしてくれるわね。よくわかったな。新刊を抜いただけの本物なのに。本物か偽物かなんてどっちでも一緒のことよ。かける価値すら感じないわ。私はね、これまでずっと運命と怠慢を張ってきたのよ。この程度の小細工で私の意志の力を砕くことなんかできない。たとえこれが本物で足が吹き飛んだとしてもね。見損なうなコッパが。あんたたちのちっぽけな力でこの私が命を落として力ずくで作り上げた運命を変えることなどできるものか。ケイチ、ケイチさん。わざと外してあげたのよ。わかってるでしょ。もう一度だけ言うわ。フルでリカを引き渡せ。もう余計な言葉はいらないわよ。ケイチ！わかった。今から行かせる。リカちゃん、
すまん。いいのです。ここまでしてもらえたら関東省なのですよ。ミパーン、ケイチさん。いい子です、サトコ。タカノ、これでいいのですか？ようこそ、祭りの舞台に。いにしえのお姫様。これで、約束はすべて守ったはずです。ケイチたちを返しなさい。その前にちょっとだけ教えてあげる。今、おこのぎたちが交戦を開始したそうよ。あなたたちの別動隊とね。ちょっと、なんでこんな地元の人間でも知らない小道にこれだけの人数が詰めているのさ。敵も読んでいたということでしょう。正面突破だと人質の命が危ない。ならばリカさんをおとりに私たちが背後をつく。ちょっと詳しいやつなら考えてもおかしくない。それでもここまで道の封鎖を徹底してくるなんて、しかも道路にまきびしまで撒いてるなんて、用意が良すぎるよ。なんでこれを思いつかなかったかな。このままじゃケイチ君たちが。みーちゃん、他に道はないの？ないこともないけど、ここからだとさらに遠回りになるよ。しかも道というよりほとんど草木の隙間みたいなもの。くそ！ただでさえここで足止めのロスがあるのに、どんどん遅くなる一方じゃないか。いくらケイちゃんでもハッタリの手榴弾一つで切り抜けられるわけがない。リカちゃんを残して脱出してきても、急がなきゃリカちゃんが殺されるだけ。もうどうしてこういう時にいい知恵が浮かばないんだよ。ミオ、焦らないで。ケイチたちのためにあなたは命を投げ出せる。決まってるでしょ。当たり前のこと聞かないでよ、レナ。レナ何も言ってないよ。え？だって今、二人ともバス停まで戻って、そしてその脇の道から神社に向かって。そっちって古出神社からあさっての方向じゃないか。遠回りどころか見殺しにしろってこと？みーちゃん。何さ。さっきから気になってたんだけど、向こうの兵隊、なんで顔に変なマスクかぶってるのかな。変なマスク？
嘘、 RPG！ 伏せろ、みんな！それって…残念ね。すごすご帰るふりして隙をついて助け出すつもりだったんでしょうけど、こっちも万全で構えていたから。でもなかなかよく考えたとは思うわ。その努力賞にいいものをこれから見せてあげようかしら。リカちゃん、あなたも自分が死んでから村がどうなるか興味ない？緊急マニュアルの発動ですか。村人を災害避難と偽って一箇所に集め。あら、よく知ってるわね。それは入江所長からかしら。残念だけど思ったようには集まってくれないのです。今頃村の人たちにはこの陰謀についてかなりの情報が行き渡っているはず。少なくとも僕が死んでもたたりに怯えてあなたたちの先導に惑わされることは絶対にありませんのです。どういうこと？緊急マニュアルを発動しても大半の村人たちはお前たちが口封じを行う前に村から脱出するだろう。そして48時間後に生き残った彼らの症状が悪化して大事件になれば、それは東京の上層部と実行組織である山犬の責任問題に発展する。その結果研究プロジェクトの本体そのものが消滅することになる。逆にもし48時間経っても村人たちに何も起きなければ、あんたの信じた雛見沢症候群の研究は完全に形骸化する。いずれにしてもあんたたちは破滅だ。公安の力を借りるまでもないな。私の読みが当たって万全の準備が生かされたかと思うと、もうおかしくておかしくて死んじゃいそうだわ。何を。クライアントがね、ついさっき言ってきたのよ。もう惨劇を起こしても無駄。緊急マニュアルが発動しようとしまいと、アルファベットプロジェクトと雛見沢症候群の研究はもうおしまいだと。私が追い出すつもりだった反対派はこっちの知らないところで不祥事を起こして、とっくの昔に権力の座から追われていたのよ。その結果どうなったと思う？アルファベットプロジェクトは新しくトップの座についたそのクライアント連中によって乗っ取られたわ。そして私を支援するって話も、雛見沢症候群の研究を継続させるって甘い誘いも全部なかったことになった。私がわざわざ大掛かりなことをしなくても勝手に権力が転がり込んできたんだから。つまり私を焚きつけてきた奴らは最初から勢力争いが目的だったってわけよ。高野！そうよ！ええ、そう！私はただのピエロよ！トカゲの尻尾よ！使えそうな時だけ都合のいいことを吹き込んできて、いらなくなったらあっさり切り捨てる！
連中がそういう奴らだってことくらい最初から知っていたわ。でもね、だからといってそんな連中の思惑で振り回されるのは私は絶対にごめんだ。人を散々利用して踏みつけて自分たちだけ我が世の春を謳歌して楽しむなど死んでもさせてたまるか。どうせ滅ぶならもろともに滅んでやるわ。奴らを巻き添えにしてね。そんなだったらこんなこと何の意味も。動くな。いいことを教えてあげるわ。なぜこの時間にあなたたちを呼び寄せたと思う？真っ昼間だとね、使えないのよ。野豪地に向けた信号弾が。まさかここまで使うことになるとは、とても思っていなかったけど、備えあれば憂いなしってところかしら。何をする気だ。覚えてるかしら、リカちゃん。軽度の感染者を一気にレベル5状態の症状に引き上げるアンチワクチン H173 のことを。私はそれをずっと研究し続けて、そしてつい先日に改良版を完成させたわ。空気感染さえも可能にした新型ウイルス H1732 をね。知ってる？矢号地はね、この雛見沢の風上にあたる場所だから、農薬の散布を行うヘリを飛ばすときはそこから出発するのが一番なの。そして風に乗ってそれが地上へと降り注がれたとき、村人たちが泣きわめき、苦しみもだえる死と狂気の地獄絵図へと変わり果てるのよ。警察もあなたたちの仲間もこの神社と診療所に関心を向けて、みんなこの村の中に集まっている。そしてヘリが飛んでも誰も気づかない、誰も止められない。そんなことしたら村の人たちは終わりよ。いえ、始まりかしら。神々に生贄を捧げる厳かな祭りのね。やめろそれが見たかったの。それが聞きたかったの。
あんたのその高慢ちきで斜に構えた肉肉しい顔が歪み崩れる姿をね。どう？悔しい？私が憎い？殺したい？残念でした。あなたたちには何もできない。あなたたちはただそこで見て自分の無力と愚かさを呪ってのたうち回って苦しんで、そして死ぬのよ。それがあなたたちの運命。私があなたたちを招き入れた最高の舞台で最高の祭りの姿なのよ。高野、あんたは、あんたってやつは。あなたたちはよく頑張ったわ。だからご褒美に、苦しまないよう一思いに殺してあげるわね。まずはあなたからかしら、前原圭一くん。さよなら前原くん。あなたの青いところは好きだったけど、世界はもっとどす黒くて残酷なの。